続いては新型コロナウイルスについて、感染者数は依然として高い水準で推移しています。県は第10波の感染拡大の状況となっているとして、手洗い、十分な換気、三密の回避など基本的な感染対策の継続を呼びかけています。県によりますと、今月22日から28日までの1週間に確認された新型コロナウイルスの患者数は、 定点一医療機関あたり十三点五九人と、前の週に比べ横ばいですが、依然として高い水準で推移しています。新規感染者数は五百九十八人で、年代別では十歳未満が百三十九人、十代が九十七人、七十代が六十一人、八十歳以上が八十四人となっていて、十代以下と七十代以上で顕著に増加しています。 またインフルエンザの患者数は定点1医療機関あたり12.14人と注意報レベルが続いています県は新型コロナの新規発生入院患者数が高い水準にあり第10波の感染拡大の状況となっている今後医療提供体制の逼迫が懸念されるとして手洗い、十分な換気、三密の回避など 基本的な感染対策の継続を呼びかけています。